ました。ミュージックスパイス、こんばんは、松岡拓也です。この番組始まってまだ3回目なんですが、スタッフさんに松岡君って天然だよねって言われちゃいました。え、そうですか？そんなことないと思ってるんですけど、自分では。でもね、よく言われるんですよ。抜けてんなとか、ぼーっとしてんなみたいな。なんか親にも言われるし、兄弟にも言われるし、友達も言われるし、ファンの人にも言われてるんですよ。天然って、天然ってどういう意味なんですか？まず天然ってボケーみたいな、ハーポインみたいな感じですよね。俺そんなにホワホワしてないですよ、本当に。え、ファンの皆さんはどう思います？メールでどしどし送って、そういうの。でも俺別に天然エピソードとかないねんけどな。でもサーターアンダギーっていうグループ組んでて、結構3人ともおバカさんだったからっていうのもあるのかな。でもその中でも結構なバカだったんだよ、僕も。いやー、まあそれ、そこはまあ否定できないっていうのもあるんですけど、いや、でも自分ではしっかりしてると思ってるんですよ。ちゃんと家の鍵閉めるし、戸締まりできるし。当たり前か、当たり前なのかなこれ。まあまあ当たり前なんですけど、戸締まりもしっかりするし、やっぱ言われた約束はちゃんと守るし、それも当たり前か。天然、こういうところが天然ですっていうことをね、今スタッフさんに言われました。やっぱこういうところか。え、でもさ、絶対俺より天然な人、絶対ね、ファンの人もいると思うんですよ、僕は。だから俺より天然だって思う人は、ぜひその天然エピソード教えてください。僕もこれからね、今後ね、天然なエピソード、なんか抜けてるエピソードあればね、紹介しておこうと思ってるので、はい、そんな感じで今日もボケボケたくやで頑張ります。それではミュージックスパイス、1曲目はこの曲からスタートしたいと思います。ソネユキエで願っているから。
しょ、こたつでしょ、あと何があるかな。それぐらい。あの散らかってるのは服ですね。服の量が多くて収納があんまり大きくなくてすぐパンパンになっちゃうんですよ。だから靴も玄関から溢れてるし、あちょっとね、棚とか買ってちょ、マジでちゃんと収納ボックス買った方がいいなってこの前ね、片付けながら友達と話しました。それをまだ買ってないんですけど、で、なんて言うんでしょうね、あとファンの方からもらったものも結構あるので、それが結構飾られてたりとか、まあ、バーってあるからなんかね、ごちゃごちゃしてるっていうか。だってそんなん捨てれないじゃないですか、ファンの方からもらったものって。あとやっぱ使うものは使っていって、やっぱボディーソープとかそういう消耗品とかはなるべく使って使うようにしてるんですけど、やっぱ物置いてるものとかはね、やっぱね、捨てれないからね、そういうのでね、溢れ返ってるって感じですね。どっちかというと座ってるのはベッドの上です。ベッドの上に座ってます。でも今は本当に綺麗です。だからみんな来ていいよ、あのお家にパーティーしよう、パーティー。それぐらいマジで見せれる部屋って感じね、本当に。でもね、本当に汚くならないように日々ちょっと努力します、僕も。やっぱね、今は 1K の部屋なんですけど、まあ、いずれかはね、タワーマンションとかに住みたいなっていうね、憧れ。やっぱ部屋広いとやっぱ物いっぱいあっても、あ、でもごちゃごちゃなるか、ごちゃごちゃなるけど、まあでもそれなりにやっぱ座るスペースはあると思うんで、いつかねちょっとお広いお部屋に引っ越したいなと思います。リスナーのみんなにも、なんか私の部屋こうですよみたいな、なんか珍しいものが置いてあるよとか、そういうね、なんかあればぜひぜひなんか聞きたいな。あと掃除がうまく進む方法とか、やっぱ綺麗を保つ方法とか、あとなんでしょうね、綺麗好きになれる飲み物みたいな、ないかな。綺麗好きになる、なんかこれお前に知ったら綺麗好きになるんじゃないかみたいな、そういうアドバイスというか掃除のアドバイスも欲しいな。はい、ということでみんなメール待ってるよ。それではここで一曲お送りいたします。松岡拓也で時。